いや、これはこれで。かわいいやないの。ミニアルパカ、わら。白くてふわふわでかわいい。動きはウサギそのものだな。鼻水が出た。アメリカのカープーンで出てきそう。いや、ワンピースに出てきそう。絵心ない芸人で見た。え、下手な人が描く犬みたいな体してんな。夜中にこれと遭遇したら心臓止まるな。ポケモンにいそう。ホワイトウォーキーだな。笑ったけど、これの方が可愛い気がしてきた。大したことないな。キモ？ウサギじゃなくて全く新しい種類であって欲しかった。もともと長いぞ。マジか。また一ついらない知識が増えてしまった。体長1メートル、体重12キロのジャンボウサギ本当にデカすぎてなんか怖い。こえこれは子供の頃に見たら絶対にトラウマになる。後ろの少年が持ってるウサギちゃんは可愛いな。少年の髪型に違和感。後ろの少年から昭和の香りがする。持ってる方と持たれてる方どっちがウサギ？指噛まれたら切断されそうだ。ウサギの寝方かわよ。かわよ。とかく域絶部代表。知能がなさそうな感じが無理。ウサギもそう思ってるよ。商店街のくじ引きみたい。パズドラかな？うんこガチャ。眉毛の癖強すぎてこっち見てくるたびに笑ってる。眉毛のせいですごいおとぼけ顔になってる。力抜けちゃう顔してますよね。アプリで書かれたのかと。せっかく遊んでやろうと思ったのに。いくらまでなら出せるの？ふーん、年収1000万、個室完備ね。とりあえず買ってみる？で、買うの買わないの？魔獣を召喚したらこいつが出た。亀に負けたからってそんなに攻めんでくれや。ワンルームすけど何か？図が高いぞ、人間。カツラの、付け方間違えた。ポチがいなくなったんだけど、もしかして。動物版雪見大福。ガードポイント。汚すぎー。どや。アイスクリーム食べるのが苦手な子みたいで、面白いです。青汁飲んだみたい。ワイアン。かわいすぎる。社畜ウサギ。仰向けに寝るウサギの破壊力。これはやばい。ウサギさん最高や橋本環奈ちゃんなんていらんかったんや。茶色いやつかわいい、はあ、はあ。こんなかわいい格好しても、ウサギの性欲は異常だからな。ウサギの食欲。でも幸せなら OK です。でもすぐ死ぬんだろ。寂しいと死ぬってのは嘘だからな。これは文明界か。かわよ。このウサギなら徒競走で亀に負けなそう。エトのネズミかな？ウサギか近くやん。グーかは。夢か？なんか草。走るとめっちゃ速いらしい。亀が気を利かせてくれた。いい夢見れるかな？いい夢を見る装備完了。スープの材料が揃った。綿菓子の機械に巻き込まれた飼い猫が無事生還。スカルプ D のこと、正直舐めてました。石の上にも3年。柔軟剤変えた？成人式の余韻にまだ浸ってる。突っ張ることが男のたった一つの勲章と知ってからこれ。テンパーなんだよ。茨城出身。リーゼンウサギ。辛い歌もん誰や？我が輩はウサギである。トランプ大統領。腕立て伏せに挑戦中。腕立て1回が限界です。あ、一体、超一体、これ、一人じゃ立てないなぁ。寂しくて死んじゃう3秒前、1、2。キャラはモンプチか銀のスプーンで。ロケ弁また魚かよ、長年やってるんだからステーキとか出せよ。貫禄が他とは違う爆笑。五代目玉。箱入り猫娘。ご主人様、今日から犬が本当に来るんですか？ミラクルフィットしちまった。説明しよう。いつ、パパ帰ってきたで、テレビ消して宿題せい。賢い犬。いっぬりこうすぎやん。帰ってきたパパ、娘、いっぬ、怖い。確かにただいまもお帰りもないんやな。中国の文化やな、仲が良い関係ほど挨拶はあまりせんっていう。日光浴するアムール山猫の姿が神々しい。間違いなくぬこ神ですわ。
始まりだ猫の国。要するに猫科は全て可愛いということ。久しぶりに猫カフェ行きたくなる。全てを悟った顔しとる。生まれ変わったらこれになりたい。イチャイチャしやがってもっと見せろ。こういうニュースだけ見て過ごしたい。犬派と猫派の争いはここに集結した。楽園は存在した。全ての生き物をダメにする勢いのヨギボ。猫と和解せ、してるやんけ。にゃんこつラーメン。暗い狭い落ち着く。蓋取らにゃいで。ちょうどお腹空いてた、もふ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 。猫液体を注ぎ、3分待つと早く乗れ、置いてくぞ。エトは辞退したはずだが追い主チュール持ってこい。ああ、コンディショナー切らしてるの忘れてたわ。で、命からがらここに流れ着いたってわけよ。我が流派最大の奥義で葬ってやるわ。ライジングニャン。今度、サザエさん実写版のオーディションがあるんですよ。テイのひらを、太陽にいい、透かしてみれーばー、汚たまホーム。誤解なんだ。にゃー、にゃー、しゃー。ツンとデレの配分率が選べます。新入りの猫をチェックする審査員。誰に相談するか選ぶんじゃ。拷問。初日の出が最悪。たまたま光った。読んでいるラノベの異世界への行き方がひどい。ここは俺に任せろ。早く次、何色？ニトリに来る途中でタンスの幅を保てなかった。強制執行された時にこれだけは持ってかないでにゃと言った。理想と現実。毎回やらされる身にもなれ。ライオンキングの真似。ニャイオンキング。はい、ひょっこりワン。どっからでもかかってこい。説明しよう。大将、やってる？どうもネズミに耳をかじられた犬型ロボットの玉ざらしです。もふもふやめてアザラシ始めました。昨日助けていただいた花セレブです。卵の神。生き別れた兄弟。アイヌクリーム。アイスとわたあめ。お兄ちゃんがアイスに変えられた。次は僕の番だ。彼氏と添い寝なうに使っていいよ。酔っ払って帰ってきた飼い主そっくり。もう食べられないよ。あとワンフン寝かせて。わかったんですよ犯人がね。ワンコインホテル。入れ替わってるー、まあ寝るか。しばらくいさせてもらうよ。ワンコーン。鳥人間コンテストに鳥犬が乱入。鬼ヶ島での戦闘、ここに来て犬とキジが大技に出る。飼い犬がレッドブル飲んだ結果。悲しそうな目で草。このゲセヌテ表情好き。かわいい。賢すぎんか。空気4段。かわよ。めちゃプリケツですやん。どっちも良い動き。犬って臭い概念ないって嘘やったんか。めっちゃ終わって顔しとる。こっち近づけんな。いいなぁこの体勢羨ましい。ウィンウィンやね。人かす、イッヌが車に惹かれたんやな。助けたろ。まあ、よかったやん。あれ全部演技やったん。賢すぎんか？ぐー賢い。これ半分ママやろ。俺より賢い。これ苦しいほど好き。優しい家族やで。そりゃびっくり。にゃんと。尻尾太くなってるー。そりゃ、おっさんがにゃんと泣いたら俺もこの猫みたいな顔になる。うちの猫も周りキョロキョロ乱したわ。にゃんだこいつみたいな顔してる。あるあるー。わろた。猫くっそうぜー。そらビビる。サイコエー。サイってなんなの？鎧みたいなやつ。吠えながら逃げてくのがくっそ惨めやな。弱い犬ほどよく吠えるとはよく言ったもんや。ボブサップでも逃げ出すやろ。熊でも逃げると思うで。外でのんきに腹出して寝てる犬にも火はあるやろ。そもそもなんで住宅街におるんや動物園から脱走したんか。すごいよ。よーしなんと生きれるなすごいわ。不凍液が血管に流れてそう。こんなん日本で買ったら死ぬやろ。これってそういう体質なんか？テントの横で寝てる犬が当然のようにニコニコで雪から出てきたりする映像あるよな。調べたらマイナス50度でも耐えられるとかやばすぎ、マイナス13なんてポカポカやろ。ハスキーは本来南極の吹雪の中でも寝れる犬種やしな。
めっちゃ賢そうな顔してるけどめっちゃアホなんやろこの犬。都会でペットとして飼うにはアホやけど田舎で狩猟とか犬ぞりとかやると賢いで。一方ストーブでぬくぬくのこいつら。かわよ。戦う顔していない。イッヌほんまストーブ好きよな。小型犬は基本寒がりやぞ。悲しい。一瞬の沈黙。許せん。最後のおっさんの優しさに泣いた。全然反省してなさそうで草。イッヌさんはしゃいでてかわよ。強行ハッピーバスデー好き。はしゃぎ犬。消化活動してるやん。火消しの才能ある。楽しそう。保険や税金かからんのがええな。危ないが楽しそうやな。大型犬にはええ運動なんやろな。犬の方もいっぱい走れて喜んでそう。犬的にはむしろリードつけられて無理やり歩かされたりするよりストレスなさそう。転落大丈夫か。草焼けが心配。遅い犬。早い犬。完全に分かってやっとるのすごいな。そんなに濡れるの嫌なんか。フロイヤーヌ。賢いやん。本気でビビってて草。かわいい。洗脳犬。アングリーヌ。静止犬。ツッコミ犬。ダイナミックボール取り。よろしくお願いします。笑ってない時のケンケンやん。冷めすぎてて草。これほんま草。めちゃくちゃ追いかけられてるやんか。